はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ今日はね、大阪はね、昨日が打って変わってですね、すごいね、いい天気です。もう洗濯物もね、今日2回回しました。昨日ね、乾かへんなと思ったからね、回さなかったんですけどもね、もう今日はしっかり乾いてくれることをね、願ってます。でもね、こうね、雨上がりの日ってね、実はね、花粉がよう飛ぶらしいんですよね。だからね、また今日もなんか鼻が詰まっておりますけど、まあまあ今日はそんな感じで、今日のお話は、ね、昨日も言いました通り、移植、まあ、全処置のお話を、僕の体験談を交えながらお話しさせていただきますんでね、移植の全処置とはですね、抗がん剤や全身放射線照射、全身に放射線を当てるやつと、時にはですね、免疫抑制剤を組み合わせた移植の前に、行う治療のことです。時にはですね、免疫抑制剤を組み合わせた移植の前に行う治療のことです。患者さんの体の中にね、残っているがん細胞、白血病細胞っていうのをできるだけね、壊滅させるようにですね、そしてドナーさんからもらうね、細胞をね、拒絶することなく受け入れられるように、まあ、生着するっていうんですけども、その方にするように、患者さんの自身のね、体の免疫力をね、低下させときます。リンパ球のね、働きをねちょっと抑えるんですけども、それをさせるために、移植の約1週間前から行います。で薬剤のね、種類とか、まあ、量ね、放射線照射の量とかも、ね、なんですけども、その病気の種類とかね、造血がん細胞の種類などはね、まだその患者さんの年齢とかね、体の状態によってね、全然変わってくるんです。でその全処置っていうのは、大量の抗がん剤とか、その全身放射線照射によってですね、通常の化学療法が豊富、通常の抗がん剤とかよりも、その副作用っていうと、その口内炎とかね、心筋障害とかですね、下痢、膀胱炎とかですね、肝機能の異常とかね、あとそれとか腎機能の低下とかっていうのも出てくるんですけども、またその一時的に白血球がね、極度にね、ガクッと減少することによって、感染症にね、かかりやすくなったりすることもあります。なのでね、このね、移植の全処置がね、行われるときにはですね、移植専用の部屋、無菌室っていうのがあるんですよ。まあ、クリーンルームと言われてますけどね、そこに入るのが大体一般的です。またね、同時にね、赤血球や血小板も、ね、減少するのでですね、そのね、抗がん剤とか放射線照射っていうのをしたら、細胞をね、破壊していくわけなんで、自然にって言ってはおかしな話なんですけども、まあ、赤血球の血小板もね、減少してしまいますので、その貧血に対してとか、出血をね、抑えるためにとかっていうので、輸血がね、ちゃんとね、行われます。でその移植前処置の目的はですね、そのさっきも言いましたようにですね、造血幹細胞の移植の前にがん細胞をできるだけ壊滅させることです。ほんでね、移植されたね、造血幹細胞をね、速やかに、患者さんの体にね、こう生着させることです。なじませるっていうことですね、なじみやすくするためにすることです。しかしね、その移植前処置のね、治療のね、ために大量の抗がん剤とかね、全身放射線照射といったね、治療にはね、強い副作用があってですね、まあ、患者さんがもし高齢やったりとか、もしも体の今のその状態がね、悪かったりする場合には、その副作用に耐えられへんかったりする危険性があります。というような感じがですね、全処置の全貌でございますけどもね、このね、最後に出てきましたね、副作用に体が耐えられへん危険性がありますっていうのがですね、まあ僕のあの経験やったんちゃうかなっていう風なね、なんて思ってるんです。いやー、あれはですね、ほんまに移植のためのね、全処置をね、している期間にね、起こったことなんですけども、その時の話なんですけども、まあ人それぞれなんですけども、ケースバイケースでね、いろいろやり方が違うんですけども、まあ僕の場合は1週間で2種類の抗がん剤をやったんです。で1個目のね、抗がん剤はですね、主に口の中の粘膜に副作用が出ると言われてたので、それをね、多少抑えるためにですね、氷を舐めながらね、投与してもらうんですけども、その看護助手さんにね、お金を渡してですよ、病院のね、1
階にあるコンビニでね、あのコンビニカフェのあるじゃないですか、ボタンを押したらピーってコーヒー出てくるやつね、あれのアイスコーヒーの、氷を買ってきてもらって、それをあの投与させてる馬っていうその20分間の間にね、そのコーヒーショーなんですけども、その1個分をね舐め切るというね試練がありました。その時にね、看護師さんからですよ、あの看護師さんにですね、抗がん剤の氷を買ってきてくださいって言って分かりますんでってね言われてたんで、まあ、割とスムーズにね氷が手に入ってました。ほんで投与が始まって氷を舐め始めて1日目はですね、まあ何ともなかったんですよ。まあ、食事なんてね、朝も昼も夜も食べれたし、まあ、前処置をする以前からの抗がん剤の影響でね、まあ、ちょっとは味覚障害出てたんですけども、まあ、まだまだちゃんと味も感じられるほどでした。まあ、多分ね、その時はね、動画も撮れるが今なので元気だと思います。でもね、勝負は早かったですわ。2日目ですわ。朝起きたらね、ぼーっとしてるんですよ。まあ、これまでねやってきたその抗がん剤とね同じ感じとはね、もう全然違うくて、変な感覚がね体にありましたね。まあ単純にね、きつい強い抗がん剤をしてるんで、感じ方がねすごいきついんですよ。まあ、言い方悪いですけどもね、そのなんか回りが早いと言いますかね、まあ、このスピード感はね伝わるかどうか分かりませんけど、まあ、強いお酒をね一口で食いって飲んで、すぐにこうふらーってこう酔ってしまう感覚とかあるじゃないですか、まあ、あんな認識でね、あのふらーって回ってきたんですよね。でもまあ前日は何ともなかったからおかしいななんて思ったらね、まあ、朝食がね進まなかったんですよね。でもまあ食べなあかんからね食べるんですけども、まあ、本音を言えば、まあ、食べたくなかったんですよね。まあ、別に残したからってね怒られるわけちゃうんですけども、でもまあこの後にね抗がん剤やるの分かってるし、まあ、食器を取りにね来てくれる看護師さんにねチェックされてですよ、食べてなかったんですかとかね言われるのもね聞かれるのもね面倒くさかったからね、まあ、とりあえず食べたんですよ。ほんならね、食べた後にまたぼーっとしてきて、とりあえずね、渡される薬を飲んで、ほんで、軽くこう、ゲフォってこう、ゲップがね、出てきてね、まあ、そのゲップがね、すべての始まりやったんでしょうね。もう次のゲップからね、吐き気に変わってきました。ほんで、二日目のね、二種類目の抗がん剤が始まってですね、その一日おきでなんかね、一種類ずつ開始するんですよ。で、まあ、その二日目が終わって、で、まだ吐くまではこう、いかなかったんですけども、まあ、口の中に異変が出てきてね、まあ、ちょっと口を開けるのがしのぐなってきました。その口内炎がねすごいね出てきたんかなって感じがしたんです。でその2日目を終えて3日目の朝にはね、その麦茶がねまずくてね飲めなくなるという味覚障害がねちょっと激しくなってきてね、で大好きやったアイスやねゼリーやねあとチョコレートなどもね、まあ、ちょっとずつ受け付けなくなってきました。そんな状態なのでね、3日目にやった抗がん剤はですね、その1日目にやったその氷を舐めながらのやつなので、でもそれすらきついんですよ。ぼーっとしながらね氷舐めながらね、これからもっと副作用きつなるんじゃんってこう、ね、思いながらね抗がん剤をこうベーって入れてもらったんですよね。ほんでまあその日は結局食欲不振だけで終わって、ほんで4日目に入ってね、多分その日はね抗がん剤は両方お休みやったんちゃうかなと思ったんですけどね、3日目やったんかなお休みは、まあとりあえず1日何もせえへん日があったんですよ。でもね、何もせずというか、まあ、抗がん剤をやらんだけで、あの他の抗生剤とかね副作用を抑える点滴っていうのはやってもらってましたけども、でまあそのやってもらってるこのね点滴とかっていうのがね、まあまあきついんですわ。ね、副作用を抑えるって言っても結構結局なんかぼーっとしてるし、ただ繋がれてるだけでもすごいだるなってくるしねっていう感じでね、まあその点滴が1日やったんですけども、で4日目にしてね全てがね激しくなってきました。そのね吐き気からね吐くに変わってきたんですよ。ほんまにそれは突然やってきたんです。ちょうどその日ね昼過ぎぐらいにですね、お母さんと姉ちゃんがやってきました。まあ、やってきたというかね面会に来てくれたんですけどね、まあ、僕はね心配かけたらあかんと思ってたからね平然を装ってたんですけども、まあ、以前よりね少しずつ変わり始めてるその僕の姿を見てね、まあ、2人とも最初はですけども静かにしてましたわ。まあでもこれじゃあかんわと思ってね僕もね喋り始めるんですけども、あそや冷蔵庫の麦茶飲まれへんから持って帰ってや、あんた麦茶飲んでええんちゃうの、ええねんけどな、味の感覚がおかしなってきてな、飲んだら気持ち悪いねでちょっと話し出したらね、いきなり吐き気が襲ってきて、その1メートルもないすぐ横に備え付けられてる便器にねベッドから飛びついてですね、
そのままおえーって30秒間ぐらい吐き続けて、でも体感時間はね結構20分ぐらいおえーってやったんちゃうかなってね思いましたけどもね。ああごめんごめん副作用でなー言うてね言った後にはね、もう二人の顔もね見れませんでした。二人がねどんな顔でね僕を見てるんだとかもね見たくなかったし、逆に僕もね顔を見せるのもね申し訳なかったので、まあ、という感覚のね精神状態になりました。まあしばらくしてねそんな気持ちもね落ち着いたんですけどね、まあしばらくしたらね、まあ、そんな気持ちもね落ち着いたんですけどもね、まあ、ほんでねそのお母さんと姉ちゃんが帰ってからですよ、しばらくしてまた突然の吐がやってきて、そっからね夜寝るまでずっと便器の横に椅子をね置いてね座ってました。まあ、いつでも履けるようにね、まあ、携帯見ながらね、YouTube 見ながらね、あの便器の前で準備してましたよ。そしてね、5日目になったらですね、1個目か2個目かね、どっちか忘れましたけども、また抗がん剤をやるわけですよ。そしたらさらにね、副作用がエクサレートしてきてですね、口内炎でね、口が開かなくなって、まあ、もちろん食事してもね、痛いし、食べたものは全部吐くし、でもそんな状態なんですけどもね、毎朝のね、熱測ってますけどもね、高熱は出ないんですよね。あと骨下痢ですね。間に合わなかった日もありました。情けなかったですよ、まあ、初めてのことやったしね、大人になってまさかトイレに間に合わなくなるなんてね、ねさっきも言いましたけど目の前にあるんですよ便器がね。あでもあと一歩歩いてパンツを脱いで座るだけのことがねできませんでした。便器のね横にナースステーションにつながってるナースコールと、ね、あの同じ役割をしているその呼び出しっていうボタンがねあるんですけども、でその呼び出しっていうボタンがねあの身近にてか一番近いからね押すんですよね。そしたらそのボタンはですねそのナースコールを押したのかトイレで呼び出しを押したのかっていうのがちゃんと判別されてるらしくてね、まあ、割と早くね看護師さんが来てくれました。でそしてその僕の姿をね見た看護師さんはね、あちょっとそのまま待ってくださいねって言って、その専用のね、まあ、漏らした時の専用のね、シーツがね、あるんですけども、それはまあ本来はベッドの上に敷いてもらうもんなんですけどね、そのシーツをね、椅子の上に置いてくれて、まあズボンとパンツをね、脱ぐのを手伝ってもらってですね、まあその後の拭くのはね、自分で拭いて、で、その後の着替えもね、一応自分で、ね、履くのはね、できましたけどもね。まあまあでもその時にはね、首と腕にはね、4本ぐらいやったかな、点滴繋がってるんで、まあめっちゃ動きづらかったんですけども、まあまあしんどかったですね。まあそんな状態の中ね、まだまだずっと副作用が続きますので、まあそれを抑える薬を飲んだりとか、まあ点滴を入れてもらったりとかでね、そのベッドと便器の往復でした。で、そんな調子でね、6日目も7日目も終えてですね、まあようやく骨髄移植を迎えることになりました。まあ、といった感じが僕の骨髄移植前の前処置でございました。まあね結構さらっと言いましたけども、まあまああのね苦痛でしたわ。苦痛、壮絶、苦痛、悲惨とかっていう言葉が似合うんちゃうかなって思いますけどもね、まあそのような感じのねジャンルの言葉しか出てこなくなるぐらいの、感じでした。といった感じでね、まあ、次回はですね骨髄移植の話をねまた僕の体験を真面目にながらね話させていただきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。